マーダブラーオは、インドのデカン地方、マラーター王国の世襲における第四代最小。マラーター同盟の名手でもある。マーダブラーオ一世、マーダブラーオバラールとも呼ばれる。彼は、マラーター同盟が分裂し、マラーター王国が危機にさらされる中、近隣のニザーム王国やマイソール王国と戦って、勝利した。さらには遠く、デリーにまで遠征し、 マラーターの権威を保つことに成功している。バーラージー・バージー・ラオ1745年2月14日、マラーター王国の最小をバーラージー・バー。本来、マーダブ・ラーは、マラーター王国の最小位を継ぐ立場にある人物では、なかった。だが、1761年1月14日に、第3次パーニーパとの戦いでニー・ビッシュバース・ラオが、アフガン軍に殺されたため、急遽として、 後継者の地位が回ってきた。同年6月23日、父バーラージーバージーラオがパーニーパッドにおける敗戦のショックで死亡したため、彼は王国の最小となった。ラグナートラオパーニーパッドの敗戦により、マラーター同盟の結束は崩壊し、分裂状態に追いやられた。マラーター諸侯は事実上同盟から独立し、マラーター王国の他に、クワリオールのシンディアや、 インドールのホールカルケ、バローダのガーイクアードケ、ナーグプルのボーンスレーケという4つの勢力が、拡挙するところとなった。その上、前最小バーラージーバージーラーオの弟ラグナーと、ラーオが、最小くらいの継承権を主張し、最小府は混乱した。最小マーダブラーオと、ラグナーとラーオの不はは続き、1762年8月22日に、 ラグナートラーオがプネーからバドガオンに去り、内乱が始まった。ラグナートラーオは、ニザーム王国から援助。マラータ同盟の藩とまた、祖父と父の時代に抑えられていたデカン地方のニザーム王国は、マラータ同盟の分裂を見逃さなかった。ニザーム王国は、マーダブラーオとラグナートラーオの争いに介入し、ラグナートラーオが降伏した後、マラータ王国の領土に攻め入った。 ラグナートラーは、ニザーム王国と親善を図ろうとしたが無駄で、マーダブラー王は、事態の深刻さを見て、1763年3月7日に、ニザーム王国への遠征を行った。そして、同年8月10日に、マーダブラー王の軍は、ニザーム軍を、アウランガーバード近郊に破った。後、ニザーム王国は、マラーター王国に十二楽を生み出すデカンの地域を、し、 マーダブラオはプネイに帰還した。ハイダル・アリー1761年のパーアン・ニー・パットの敗戦後、マラーター王国の監視が南インドに及ばなくなった結果、同年にカルナータカ地方のマイソール王国では、ムスリム軍人ハイダル・アリーが王国の実権を掌握した。ハイダル・アリーは強大な支配者で、 マイソール王国の領土拡大を目指し、1763年には、ケラディナーやカーサを滅ぼし、南インドの制圧に乗り出した。1764年1月に、ハイダル・アリーがトゥンガバドラー川を越えて、マラーター領に侵攻したため、マーダブ・ラーオはこの動きを見て、同年2月に大軍を率いて、マイソール王国へと遠征に向かった。だが、この遠征に援助として来ていたラグナート・ラオは、 単独で、マイソール王国と講和を結んだため、1765年3月30日に、マーダブラー王は和儀を結び、高納金を取って引き上げた。しかし、1766年11月に、マーダブラー王は再び、マイソール王国へ遠征を行い、1767年3月4日には、マドギリを攻略し、5月に帰還した。この2度にわたる遠征により、 マイソール王国の勢力拡大に一応の歯止めをかけることができた。マーダブラー王はまた中央インドに勢力を広げていたナーグプルのボーンスレー家に対しても遠征を行った。それはマーダブラー王がマイソール王国との戦争終了後1769年3月にその党首、ジャーノージー・ボーンスレーが王族ボーンスレー家の出身であることを理由に マラーター王を公然と称したからだった。そのため、マーダブラー王は、マラーター王権を無視した、これを許さず、同年に、ジャーノージー・ボーンスレーの支配するナーグプルへ、遠征軍を送り、この遠征は2年間続いた。ラグナートラーは、領土拡大のために、北、インドに遠征していたが、それはうまくいかなかった。ラグナートラーは、プネイに帰還した後、妻のアーナンディ・バーイーや、 側近の将軍らに誘惑され、再びマーダブラーオの打倒を考えるようになった。しかし、マーダブラーオはこの企みに気づき、1768年6月10日に、ラグナートラーオを、シャニワール・ワーダーで逮捕した。いずれにせよ、この一件で、マーダブラーオと、ラグナートラーオの関係は再び悪化した。マハーダージ・シンディア1769年末以降、マーダブラーオは、 デリーに向けて5万人の兵を持って向かい、この遠征には、シンディア家の当主マハーダージー・シンディアも途中から、加わった。約1年間を通して行われたこの遠征で、北インド一帯のアフガン勢力に攻撃が行われ、その制圧に成功した。この遠征の結果、1771年に、マハーダージー・シンディアは、デリーを占拠することができ、翌1772年には、 ムガル帝国の皇帝シャーアーラム2世をデリーに迎え入れた。この他にもシンディア家やホールカル家と協力し、ラージュプート諸王国やバーラトプル王国といったジャート勢力、アフガン系ローヒラー属祭も破った。マーダブラーはマラーター王国最後の偉大な最奨であった。彼はその若さにもかかわらず、父や祖父と同じように各地を破り、 パーニーパッドの敗戦による影響にも負けずに、同盟の勢力を回復した。マーダブラーオゾーマーダブラーオの横でサティーする、ラーマバーイーだが、マーダブラーオは、もともと病弱な面があり、1770年頃から、すでに結核の病魔に体を蝕まれていたという。それは、取り返しのつかないところまで来ていた。マーダブラーオは、マイソール王国のハイダルアリーが兄弟となるのを見て、 1770年1月に遠征軍をカルナー高地方に派遣し、6月に自身も遠征した。この遠征はかなり上々だったが、マーダブラ・オの病状が悪化したため、同年12月に彼は帰還した。1771年3月、遠征軍はマイソール王国の首都シュリーランガ・パトナを包囲したが、マーダブラ・オの病状悪化もあって、 1772年6月には、講和条約を結んで撤退した。同年10月6日、ラグナーとラーオが軟禁されていたシャにはあるワーダーの自宅から逃げたが、再び逮捕された。この時、マーダブラーオの病状は深刻で、このような事件を構うところではなかった。そして、同年11月28日、最初マーダブラーオは、超結核より死亡した。 当地11年目にして、まだ27歳だった。同日行われた葬儀では、火のラーマバーアイが、カフ巡視した。後、イギリス東インド会社の職員で、歴史家、ジェームズ・クラント・ダフは、マーダブラー・オノ死に関してこう語っている。ありがとうございます。